皆さん、NAB48 劇場試合に金子でございます。本日ご来場ありがとうございます。さあ、今から、2日目始まりますけども、ちょっと始まる前にですね、ちょっと一言、ちょっとご挨拶させていただきたいことがございまして、ちょっと、いても立ってもたら、ちょっとはい、ちょっと立たせていただきました。はい、正直ですね、昨日の、選抜総選挙、NMB48 の、結果を受けまして、まあ、速報ではございますが、正直、私として、悔しい思いでいっぱいです。HKT48 の、両支配人の頑張り、もちろん、結束力、正直、結果として、見習うところが多々ございます。本当、現在の、NAB48 の位置をですね、再確認させていただきました。痛いほど、味わいました。これは本当、メンバーも頑張っておりますが、私の責任と感じております。ちょっと昨日のね、結果を受けてメンバー、裏で必死に、みんな結構泣いてる方もいたんですけど、その姿を見て、本当、申し訳なくて申し訳なくて悔しくて、まあ、もちろん速報ということは重々分かってるんですけども、まあ、とりあえずもうここでご挨拶させていただかないと始められないと思いまして、ちょっと無理やりちょっと出させていただいた次第でございます。まあ、でもこれが難波の力、底力ではないと思っております。今からメンバー、スタッフ、もう一度引き締めて最終日に笑えるように頑張ります。難波の底力見せるぞ。行くぞ。てっぺんと